ガビナはアメリカ海軍の潜水艦、ガトー級潜水艦の一隻。韓米は西インド諸島中部大西洋に生息するカワアナゴ科の一種ガビナにちなむ。ガビナは1943年3月3日にウィスコンシン州マニトワックのマニトワックズ汚染で寄港する。8月29日にマリーロウ園の手によって浸水し、 艦長カール隊でョーサの指揮下12月23日に収益する。成長後、ガビ川浮きドックに入れられたままエセンミネソタによってミシシッピ川を降り、1944年1月24日にニューオーリンズに到着した。その後ニューオーリンズとパナマ運河地帯のバルボアで訓練演習を行い、4月5日に真珠湾に到着。ここで、 第一の紹介の準備を行った。4月6日、ガビナは最初の紹介で小笠原諸島方面に向かった。4月19日、ガビナは北緯30度20分統計140度23分、北緯30.333度統計140.383度、140. 30.333、30. 140.383の鳥島近海でトロール船を発見し、 魚雷を三本発射して一本が命中したものの、不発だった。4月22日の明け方には、北緯27度37分統計141度46分、北緯27.617度統計141.767度、27.617、十4 1 7 6 7の地点で、デッキに材木と貨物を搭載していた二隻の475トン級トロール船を、 レーダーで探知した上で接近し、砲撃で一石を撃沈。4月25日朝には、北緯28度55分統計140度25分、北緯28.917度統計140.417度、28.917、140.417の地点で大型輸送船を発見し、魚雷を4本発射したが命中せず、続いて魚雷をもう3本発射して、 すべてを命中させ、23発の爆雷攻撃にあった、ものの目標は沈没したと判断された。翌四月十六日朝、ガビナは、北緯十八度十二分統計四十一度十六分、北緯八点七零零度統計十一点四三三度、七零零百四十一点四三三の地点で、中型輸送船三隻、小型輸送船一隻、 護衛艦3隻の7隻からなる輸送船団を発見。このうちの2隻に対して、魚雷を3本ずつ、計6本発射し、1隻には3本すべてが命中し、別の爆発音から、もう1隻にも魚雷が2本命中したと判断された。しかし、護衛艦の制圧を受けてガビナはその様子を観察できず先行した。ガビナは一連の攻撃で、輸送船の白丸を撃沈した。 5月21日から26日までは、米ク島沖で空襲を行った B-24 の支援任務に従事した。5月28日、ガビナは52日間の行動を終えて、マジュロに帰島した。6月20日、ガビナは2回目の紹介で、パラワ方面に向かった。7月3日13時24分頃ガビナは、 北緯08度02分統計131度36分、北緯8.033度統計131.600度、8 0 3 3十3 1 6 0 0の地点でセパ01船団を発見する。苦戦艇2隻と解剖艦2隻を伴った輸送船玉丸で構成されたセパ01船団に対し、ガビナは攻撃可能位置に入るため追跡を行い、 翌7月4日3時48分に、北緯07度50分統計133度40分、北緯7.833度統計133.667度、7.833133.667のパラオ西水道入り口140キロ地点に至ったところで魚雷を4本発射。このうち1本が玉丸の左舷側に命中し、玉丸は3時59分に沈没した。 ガビナは攻撃後に3時間先行を続け、18発の爆雷及び8発の対戦爆弾を投じられたが、すべて回避した。6時43分に浮上して、改めて戦果を確認した。この前後、ガビナは7月2日から21日まで、ヤップ島近海で救助任務に従事し、撃墜された B-25 パイロットを12名救助し、 マヌス島ゼイアドラーワンでパイロットを降ろした。7月31日、ガビナは42日間の行動を終えて、ブリスベンに帰島した。8月16日、ガビナは3回目の紹介で、ミンダナオ島方面に向かった。8月23日に、ゼイアドラーワンに帰港。8月31日、ガビナは北入れ5度54分、統計124度49分。 北緯5.900度統計124.817度5.900124.817のサランガニ島近海で2隻の沿岸喫線を発見し海岸際まで追いかけて最終的に破壊した。担当海域に到着の後ガビナはダバオ湾南方とモルッカ海の北方で救助任務に従事した。救助任務を終えた後9月15日に 北緯05度34分統計125度23分、北緯5.567度統計125.383度、5.567125.383のミンダナオ島沿岸で座礁している第3号輸送艦を発見。ガビナは第3号輸送艦をカトリ型巡洋艦と判断していた。最初の攻撃で魚雷を6本発射し、4本を命中させた。 二度目の雷撃では二本発射するも命中せず、第三号輸送艦は炎上していたが沈没の気配を見せなかったため、ガビナは止めの魚雷を一本ずつ計四本発射してすべて命中させ、ようやく第三号輸送艦を撃沈した。翌9月16日にも、北緯05度12分統計124度32分、北緯5.200度統計124.533度、 5.200124.533の地点で小型トロール船を発見し、魚雷を一本ずつ計二本発射したが命中しなかった。9月29日、ガビナは44日間の行動を終えて、ブリスベンに帰島した。10月27日、ガビナは4回目の紹介で南シナ海に向かった。11月5日にダーウィンに帰港して燃料油。 純滑油と清水を補給。小区に入った後の11月15日夜、ガビナは北緯12度28分統計120度50分、北緯12.467度統計120.833度、12.467120.833 12. のミンドロ海峡で輸送船団を探知。魚雷を1本ずつ計3本発射し、2本の魚雷が命中した目標は、 沈没したと判定される。アメリカ側記録では、ガビナのこの攻撃で、島04戦団に加入していた、輸送船トヨマルを撃沈したとするが、日本側記録では、島04戦団は、前日11月14日に、第38任務部隊の艦載機による空襲を受けており、トヨマルは10時44分頃に沈没したとある。 11月22日には、北緯10度18分、統計114度15分、北緯10.300度,度、東景114.250度、10.300、114.250の南沙諸島長島沖で漂白中の輸送船、道亜丸を発見し、ここでも、魚雷を1本ずつ、計2本発射して、2本とも命中させて19時45分に、撃沈した。この近辺には、 フラウンダーの攻撃を受けて大破し漂流していた輸送船赤月山丸がいた。11月23日、ガビナは北緯10度22分統計114度22分、北緯10.367度統計114.367度、10.367、114.367の地点で漂流中の赤月山丸を発見し、 魚雷を1本ずつ、計3本発射して1本を命中させて撃沈した。この経緯から、赤山丸撃沈は、ガビナとフラウンダーの共同戦果となったが、日本側記録では、赤山丸の沈没を11月26日とする。しかし、ガバナは11月26日に戦闘行動を行っていない。 11月28日には、北緯12度52分、時計109度29分、北緯12.867度、時計109.483度、12.867、109.483の、インドシナ半島、バレラ、岬沖で、輸送船団を発見し、魚雷を3本発射して2つの爆発を聴取し、輸送船撃沈と判定されたが、反撃を受けて退散した。 12月11日から17日までは、カムラン湾沖で紹介を行った。12月18日には、北緯11度20分統計109度28分、北緯11.333度統計109.467度、11.33309.467の地点で2隻の解剖艦を発見して、魚雷を計6本発射したが、命中しなかった。12月27日、 ガビナは60日間の行動を終えてフリーマントルに帰島。艦長がラルフ・エイチ・ロックウッド少佐に変わった。1945年1月23日、ガビナは5回目の紹介でパンパニト・ベクルナ・ブレニーとウルフ・パックを構成し、南シナ海に向かった。2月6日、ガビナはパンパニトの報告で近辺に獲物があることを知り、予想深度上で待機した。 翌2月7日、ガビナは、北緯06度58分統計106度08分、北緯6.967度統計106.133度、10 6.967106.133の地点で、南高作戦の日 88D 戦乱が北上して、来るのを発見し、4時54分頃に魚雷を6本、発射してタンカー大赤月丸に3本を命中させ、大赤月丸を撃沈し、 その他、4000トン級輸送船を撃破したと判定された。同じ日の夜には、北緯06度33分統計104度31分、北緯6.550度統計104.517度、6.550104.517の地点で、護衛艦に向けて、魚雷を一本だけ発射したが、回避された。翌日ガビナは、パンパニトに、変代わりに、獲物があることを知らせ、 パンパーニトはこれによって輸送船へ福丸を撃沈することができた。ガビナ自身は2月20日朝に北緯11度55分統計109度20分、北緯11.917度統計109.333度、11.91709.333のインドシナ半島パダラン岬沖で、これも南号作戦参加船団である非9銃船団を発見。 魚雷を4本発射し、短海へ広島るの右舷側に命中させて、これを撃沈したが、直後から7時間にわたって、哨戒機と護衛艦に98発もの爆雷や対戦爆弾を投下され、ガビナは震度40メートルの海底でじっとしている他はなかった。しかし、幸運にも大きな被害を受けなかった。3月5日、ガビナは42日間の行動を終えて、 スービックワンに帰島した。3月21日、ガビナは6回目の紹介でロック及びコビアブレニーとウルフパックを構成し南シナ海に向かった。この頃には、紹介海域に日本の船舶の姿はほとんどなく、3月27日に北緯11度33分統計109度10分、北緯11.550度統計109.167度、 11.550109.167の地点で遠方に SO 船団を発見したのと、4月5日に北緯10度26分統計110度42分、北緯10.433度統計110.700度、10.43310.700の地点で病院船高さ50を発見したぐらいだった。他に3月28日に、 B-25 の乗員5名を救助した。しかし、この紹介での攻撃の機会は一度もなかった。5月8日、ガビナは48日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。ガビナは西海岸に開港されて、オーバーホールに入った。オーバーホール終了後、8月6日に真珠湾に向かったが、途中で終戦を迎えて引き返し、ベアアイランド海軍造船所にて、 現役のまま保管された。P5M マーリンに給油を行うガビナ1955年。P6M ジェット飛行艇に給油を行う計画のため、ガビナは16万ガロンの燃料を運搬できるよう回収された。1949年3月から、ガビナはメアアイランド海軍造船所で後半ヨーバーホール及び給油潜水艦への転換が行われ、 シュノーケルの装着が行われた。1950年2月1日に SSO-362 として最終駅し、西海岸沿いでの作戦活動の後、バルボアとサンフアンを経由して8月25日にノーフォークに到着した。ノーフォークでの活動の後フィラデルフィアでオーバーホールを行い、1951年1月29日に、 新たな母校のキーウェストに到着した。以後、ガビナはキーウェストを拠点として、主にメキシコ湾とフロリダ海峡で活動を行い、カリブ海や東海岸、ノバスコシアへ巡航し水蒸気や他の潜水艦に給油試験を行った。1952年4月18日から7月26日までフィラデルフィアでオーバーホールを行った後、ガビナは DS-362 に再び艦種変更される。その後2年にわたって東海岸沿いに活動し、フィラデルフィアで広範囲に及ぶオーバーホールが行われた。燃料補給を支援するためガビナは、後部魚雷室の上に大きなプラットフォームが取り付けられ、それはフライトデッキとあだなされた。その後、1956年1月に飛行艇への 給油実験が行われる。最初の2週間の試験期間後、ガビナは1956年の大半を通じて様々な水上飛行機に給油試験を行った。その後ガビナは9月18日にチャールストーンを出港し地中海に向かう。地中海の第6艦隊第56偵察部隊で2ヶ月間の配備後、12月1日にキーウェストに帰島し、チャールストンで オーバーホールが行われた。オーバーホールの完了後1957年7月13日にエイウスマイナス362に艦視変更されたガビナは、主としてカリブ海で様々な潜水艦及び水蒸気への給油試験を再開した。さらにニューロンドンからバーミューダの海域で対戦訓練及び様々な平時訓練任務に従事した。 ガビナは1959年1月4日にチャールストン海軍交渉入りし3月27日に退役そのまま保管されるその後第5海軍区の予備役訓練艦に指定され1967年6月30日に除籍されるまで訓練任務に従事したガビナは1967年11月14日にバージニア州ヘンリー・岬沖で標的艦として キューベラの来撃により沈められた。ガビナは第二次世界大戦の先行で5個の従軍聖賞を受賞した。このことを踏まえてか、豊丸マルゲーキチンはガビナと空母機の共同戦果となっている。ありがとうございます。